皆さんこんにちは。今日はスペースカレー、スペースカレー、カレーを食べてみたいと思います。で、ちなみにこれは温めてきたので、もう袋は開けてこちらに準備してます。まあレトルトでね、レトルトのカレーですね。で、ほら お皿にもう、はい、入れてるんですけど、すごい、もうもちろん匂いはカレーカレーの匂いが充満してる。もうこのお部屋中に広がってます。カレーの匂いしてます。それでは早速食べていきたいと思います。ハウスが、ハウスが作ってますね。あ、ハウス食品。そうなんだ、コラボ。ハウス食品。そうそう、馴染みのある。いただきます。なんか具もちゃんと入ってる。具も入ってるね、ちゃんと、うん、いただきます。普通のカレーどう？美味しい。スペースカレーあ、うん、スペースカレーだけどちょっと辛い。ちょっと辛い。辛口なのかな。なんかビーフカレーですね。ビーフカレーなんだけどね。あ、ちょっと辛い。美味しいんだけどちょっと辛い、うん、なんか日本っていうか地上で食べるのとなんか宇宙で食べるのの味の差とかをちょっとね調べてみたら、向こうの方が味覚を感じにくいっていうのがあるみたいで、ちょっと濃いめに作られてるのかな。ちょっとピリ辛、ね、ピリ辛と味が濃いめ、うん、はい、味濃いめで作られてます、うん、でも匂いも味もカレーです。カレーだね。カレー美味しい。いや、これ美味しいですね。もうなんか具もね、ちゃんとしっかり入ってるし、さっきマッシュルーム食べたんですけど、次お肉食べてみよう。 ご飯があるともっと美味しいのかもね、うん、あー確かに。宇宙の白飯、ね、宇宙白飯もあるんですもんね。うん、うん、うん、美味しいね。普通になんか、いや、これ普通にビーフ。でも宇宙でこれボイルってできるのかな。でも電子レンジないし、お湯、相当なお湯にこう入れとかないと。でも80度なんですよね、宇宙が。宇宙だとボイルしないのかもしれない。あ、このままこのまま食べるのかもしれない。あ、でもそれでもなんか美味しい気がする。うん、なのですごくいいかもしれない。なんかやっぱりこういう乾燥してるものだけじゃなくってね、普段食べてるものに近いものを食べれるのもすごい嬉しいと思うし、確かね、なんか、うん、そう、あれなんですよ。スパイシーで無重力で食べること想定して、はい、ウコンとかカルシウムとかを多く含みって書いてあるね。じゃあ栄養価も、栄養価もその味を濃くしんとだけじゃなくて、はい、やっぱりそこをしっかり気を使ってというかね、宇宙飛行士のことを考えて作ってるカレーなんですよ、うん、いやー、すごいいいですね、それは。なんかやっぱ長期滞在となるとね、こう栄養価のバランスとかもすごい大事だと思うし、すごいそれも考えて作られて、そういうカレーですね。さすがですね、宇宙食ですよ、さすが、ね、いやー、いいな。ちょっとこれ普通にそこら辺に並ばってても食べれそうじゃないですかスーパーとかで宇宙食カレーみたいな、なんか子供とかなんか大好きになっちゃうかもね。確かに宇宙のカレーなんだってことで。いやでもちゃんとこの写真も載ってたりとかして、ね、宇宙好きにはたまらない一品でございます。はい、ということで今日は宇宙日本食レトルトカレーを食べてみました。美味しくいただきました。はい、それではまた次回もお楽しみに。